はい、どうも、チャオナトです。今日はですね、フロントサイドノーズスライドのハウトゥーをしていきます。フロントノーズなんですけど、かなりこれ皆さん憧れるトリックの一つだと思います。まあ何度も言うように、まずはしっかりボックスで形を作る練習をしてください。ボックスで綺麗なフロントノーズの形を取れるようになってから、サイドイン、塩ビやレールなどでトライしてください。で、アプローチなんですけど、これも何度も言うように、なるべくアイテムの外側にずーっと自分がいるような状態を作ってあげたいので、ずーっとそのアイテムの外側でアプローチライン取りをしてあげてください。で、これもヒール2っていうようなラインを取ったら、50とほとんど一緒のライン取りをしていきます。で、50と一個違うポイントが、少し頭や上半身をレール側の方に倒しておいてあげる。けど、その際に腰が折れたりすると、2がすっぽ抜けちゃったりとか、レールの方にツルンって倒れていきやすいので、しっかり重心、腰は板の上に残しておくんですけど、肩や頭、これをですね、もうエントリーの段階で少しレール、まあ、アイテムの方にですね、倒しておいてあげなさい。そうすることによって、しっかり重心をアイテムの上に飛んだ時持っていきやすいので、これかなり重要なポイントになります。結構これできてない人は、乗り切れないで、リップ側に落ちちゃうとか、そういうことがよくあるので、このアプローチの頭とか肩の位置っていうのを意識してみてください。で、そのまま斜めにオーリーしたら、ここでノーズをつけに行きます。で、ノーズをつけに行った際に、さらに肩と頭、これがアイテムの右側ですね。反対側リップの、グーフィーの下だったら左側。乗る方のリップと反対側にぐーっと出してるの分かりますかね。これをすることによって、こう一回テールがぐっと落ちそうになるんですけど、ここでこう重心を保ってバランスを取ってるっていうようなイメージになります。で、この時もですね、乗ってる方の足よりも後ろ足、これを意識して、伸ばしに行く。そしてこの肩、頭、胸、これを右側リップとは逆の方にぐーっと伸ばしてあげる。これをすることによって頭と右足が綺麗に一直線になってるの分かりますかね。この状態を作ってあげるとかなりバランスが良くなりますので、この体勢を取ってあげることを意識してください。上半身はしっかり絞ってメインスタンスに戻せるような状態を作ってあげてください。で、このひねりっていうのがかなり軸が安定してバランス取りやすくなるので、しっかりと下半身と上半身の絞りを、常に意識してあげてください。で、目線は常に前を見ておきましょう。はい。で、フロントノーズもね、以前ボックスとかのハウトゥーも出したりしているので、うまくいかないよって方はまたボックスに戻ってみたりして、ちょっとハウトゥー見ながらぜひ反復練習してトライしてみてください。